えー、今年も残すところあと 200&199 日。つい100日台になってしまいました。みなみでーす。うっかり八兵衛とは俺のこと。迷 <laughs> いではありません。あのー、バイオリズムなんですかね、こう。 オイらは、あの、切りのいい日に、ちょっと、これ、サボりがちなんです。サボりがちっていうか、ちょっと、いろいろあるんです。俺だって、いろいろあるんよ。はい。というわけで。ああ。っていうね。いや、そんなことはどうだっていいんですよ。俺、あの、 企店屋の先輩が焼いてきてくれたクッキーを食べます早今日さそこにさくるみゆべしが置いてあったんですよで私ほんとにくるみゆべし好きだったんですよだけどくるみはアナフィキラシーになるから食べてないつらタンいただきますうんあうまお 素晴らしいです。美味しい。染み入りますね。うまい。うまい。うん。あの。キンけン屋に赤子がいるんですよ。赤子がいるっていうか、ママ,マ,マさんがいて、で、ママさんが。 やっぱ人が足りない時に来てくださるんですけど赤,赤子連れてきてくれるんです赤子がマジかわいすぎて本当に癒されるんですよなんか癒されるっていうかなんか生命力をもらうって感じなんかいっつも思うことがあるんですけど赤ちゃんは何も知らないし何もできないみたいな言い方あるじゃないですかあれ嘘だと思うんですよね私赤ちゃんんこそ何でもできるし何ででででももきるるし知ってると思うんですよ 我々が、なんかこう、人間って大人になるにつれて進化するみたいな考えもあると思うんですけど、もちろん発達はすると思うんですよ、臓器とか。でもあの、ベンジャミン・バトンみたいに、結局、めっちゃ発達して、退化するじゃないですか、老化するじゃないですか。だから、なんか、何なんだろうって思うんですよ、いつも。やっぱり赤子の状態がパーフェクトなんじゃねえか、みたいな。パーフェクトっていうか、なんか、無敵な感じがする、やっぱり。っていうのを、 いつも思うんですね。私はやっぱ顔が面白いのか分かんないんですけど、まあ目が多分大きいからと思うんですけど、赤子にすげえ笑われるんですよ。泣かれたことなくて、だいたいマスクしてても、赤子は私を見て笑います。にくーって笑うんですよ。可愛いんですよ。可愛いいな、お前はっていう。って思ったのが、 なんかあるじゃないですけど、の中に子育て問題みたいな。なんかああいう感じで、なんか職場に赤子を連れてくりいいんじゃないかと思うんですよね。なんか別にいいじゃん、いて、いてくれた方がね、なんかいいと思うんだよね。こう人間の、なんていうのなんかそういうさ、人間のさ、人間っていうか生物っていうか動物っていうかわかんないけど、なんかそういうのを、 小切れにしようとしすぎて自爆してる感がすごいあると思うんですよ。なんか自然のそのままのバイオリズムでみんなもっとそれを目の当たりにして生きた方が幸せになるんじゃないかと思うんですよ。このビルみたいなのコンクリートジャングルって言葉が私はすぐいつぼにはまるんですけどいつも。コンクリートジャングルに挟まれてないで。本当に思います。 なんか子育て支援とか言う前に子育て支援も大事だと思うしなんつうのなんか時短制度とかもあるけどそれプラスなんか赤子を連れてくればいいと思う職場に。 そしたら殺伐としないんじゃないかな。っていうことをね、もうすぐ思ったんですよ。そしてそして私は、あのー、今日ですね、ずっとこう、俺はあざができにくい体なのでとか言ってたんですけど、普通に足にあざできました。うちどころが悪かったんですよ。 見てて今日すげッ強い先輩なのね黒帯を締める人っていうかいや私しかいなくて稽古来たのが時間がいっぱいあったんでライトスパ二2回やってもらったんですよあの 自分で蹴った箇所が当たりどこは悪くてですね骨に激突して普通になんかすねみたいなとこにまん丸なざができましたねうんわわバッテリーがないって言い始めたこんな感じです その先輩、強すぎて、試合で一回も負けたことないらしいんですけど、あ、嘘ついた。ほとんど負けたことないっていうか、一回だけ負けたらしいんですよ。で、その先輩、サウスポーなんですよ。で、サウスポー、その負けた一回の相手が、 サウスポーだったらしいんですよ。で、やっぱなんか、やりにくいらしいですね。なんか私はまだそこまで行ってないんで、あんまり違いがわかんないんですけど、サウスポーはやりにくいらしいです。すごい。相手が、ねあ、こっち側がね。私もサウスポーだったんですよ、昔。だけど右切り直しちゃったんで、変なところ、あの、直ってないんですよ。 携帯のいじるときとかも逆の電話とか逆なんですけど基本右なんでってなこと思いましたじゃあちょっとバッテリーがやばいんで今日はこの辺ででは